3連覇を狙いますダイナシティカップ第2戦の相手は香港です。2002年の舞台の一つとなります、ここ横浜国際総合競技場からお送りしていきます。放送席の解説は元日本代表で現在日本サッカー協会指導委員の田島幸三さん、そしてゲストにはベルマーレ平塚の津波聡選手をお迎えしています。どうぞお二方ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。両チームがすでにきっちり散っています。前半は左にエンドを取ったのがこの日本代表、今日は増田が注目、日本国内での代表デビュー戦です。そして右にエンドを取ったのが香港、日本のキックオフで前半が始まります。中盤の底ボランチの位置には山口が復帰しています。果たして香港相手にこのダイナシティカップ第2戦、日本がどういう試合を、どういう攻めを見せてくれるのか。センターサークルには今日の2トップ、ジョーとロペスがいます。この前の韓国戦で、相手の手が当たって歯を2本折りましたが、ジョー、この試合もしっかりとスタメンに名を連ねました。今前半開始のホイッスルが鳴りました。まずは中盤から右へ展開します。今日はオムラ、そして右サイドには奈良橋、ディフェンスラインもこの前の韓国戦と若干メンバーが入れ替わっています。さてまずは津波さん、はい、今日はどういう試合を日本に期待してますか。そうですね、香港チームややこう始まった時からも分かりますけれども、やや引き気味でこう、はい、試合を進めそうな情報があるんでね、その相手に対してどういうふうに日本がですね、効果的な攻めを見せられるのか、何点取れるのか、そのぐらいの僕は、強気の気持ちでいるんですけれども、ゴールラッシュ期待したいですよね、今日ね。当然ですね、はい、それでは日本のまずスターティングメンバーからご紹介しましょう。ゴールキーパー今日は川口です。ディフェンスは右に奈良橋、左に相馬、センターバックは井原と久々の出場小村とのコンビです。ミッドフィールダー、ボランチの位置に山口が戻りました。そして中田七海、そして増田が日本国内デビュー戦です。フォワードは中山に代わって今日ロペス、そしてジョーとのコンビです。リザーブのメンバーはご覧の9人です。そしてその日本代表を率いますのが岡田武史監督。今日は果たしてその攻めをポイントにするという試合でどういう采配を見せるのか注目されます。その日本、大きく開いている秋田からのフィードです。あ、失礼、井原からのフィード。香港のメンバーです。ゴールキーパーがリク・カエイ。今日本がいいチャンスになるか。縦に出る、これはスローインになりました。改めてゴールキーパーリク・カエイ、ディフェンダーはチン・カンキ、オシア、カルカノフ、グレインジャー、そしてコウ・イトクの5人、ミッドフィールダーがブレッドバリーとラ・ケイカ、そしてフォワード、登録上はオウ・イリン、テンペスト、マッキオンという3人が登録されています。香港のリザーブはご覧の9人です。今中盤で倒されました奈良橋、日本のフリーキックです。まず序盤、相手の陣内に攻め込んでいったところ奈良橋が倒されて日本がフリーキックをもらっています。そして日本のフリーキック、香港が壁を作ります。ボールのところには背番号8が中田、そして向かって右、今七海が見えます。山口も来ています。誰に蹴らせるか。ボールの前に七海、後ろに中田が構います。山口、シュート狙った、クロスバール上です。山口を使うというパターンを今見せました日本のフリーキックです。そして香港の、こちらは日本の岡田武史監督、今は山口のフリーキックどういうふうに見たか。そして今香港の選手でゼッケン9番のテンペストがピッチを離れて今ベンチのあたりで何か治療を受けている形になっています。今ピッチ上には香港の選手が10人しかいません。あ、どうやらショートパンツを変えたんですね。またテンペストが今ピッチに戻ろうとしています。また日本右に振る、ここにはロペス、ゴール前には中田、遠いサイドにはジョーがいます。切れ込んでいく、チップキックで上げる、頭上を越えました。また相馬がフォローします、クロス上げる、ヘディングでクリア、
また左へ出します。相馬グランダーを入れる、クリアされます。さて田島さん、はい、先ほど津波さんからもあったんですが、香港がかなり、守備を固めてくるだろうという中での試合、非常にディフェンシブですね、はい。ただまあこういう試合もこれからもたくさんあるでしょうし、ワールドカップでもですね、もう1点2点入れるとどんな強いチームでも、はい、チャンスになったシュートは力がありません。最後はロペス、先に行ってチームが非常にディフェンシブに戦うというのはよくあることですからね、そういう意味ではもういろんな形で戦えるようにトレーニングしてほしいですね、はい。香港を率いるのはブラジル人のセバスチャン・アラウジョ監督、63歳という、まあ、非常にベテランの監督です。そういった意味ではワールドカップ本大会を当然睨んでこういうケースもあるだろうと、まあ、それは相手がどういうふうにやるかいろんなことが関係、関係してきますから、はい、どんな相手に対してもきちんと点を取れる、勝てる、はい、そういう試合をやはりトレーニングするべきですね、はい。今香港の選手にイエローカードが出ました。5番のストッパーのカルカノフに対して、いや9番のテンペストに対してイエローカードが示されました。これがその香港のテンペスト、香港のスローイン、シュート、これは右に切れます。最後は19番のマッキオンの香港、これがこの試合最初のシュートです。しかし久しぶりですね、こんなはっきりこう引いてきてカウンターを狙ってくるっていうチームと対戦するのはなんかアジアカップの頃以来じゃないかなっていう感じしますけど、ね、そのこれまではそういったケースで攻めあぐねる形が少なくなかったと思うんですが、はいはい、そうですね、だからこれ今日のゲームはそういう相手にどういうふうに成長したところを見せてもらえるかと期待してるんですけれども、はい、これを結構背のでかい選手たちがですね、がっちり引いて外からのボールに、はい、まあ、ヘディングが強いですから、はい、かなり苦労すると思いますけれども、はい、まあ、一本調子で放り込んでるだけは絶対点になりませんからね。そうですね。12番のブレッドバリーから右へ振ります。大きな展開、追いついたのがグレインジャーですが、その前にタッチを切っています。田島さん、はい、その引いてる相手に対して、はい、ポイントはどういうところですか。そうですね、まず第2列、まあ、ロングシュートですね、はい、あります。それからだいぶゴールラインまで、さっきのロペスがですね、えぐったような、ああいうえぐってからの、できればプルバックっていう下げるようなクロス、まあ、中に折り返すボールですね、はい、そういうもの、それからやはりもうこう読めないようなですね、スルーパスやこうトリッキーなプレーも中だったりから出ないときついかなって気がしますね、はい。今日のレフリーはサウジアラビアのアルゼイドさん、そして副審はオマーンのアルムサウィさんと韓国のジョンさんの2人です。そういう意味ではその増田がですね、今日初めてでその上がり気味にいるわけですけども、はい、彼がどう機能するかっていうのはここで点取れるかどうかの大きいあれになると思いますね。そうですか、斉藤さん、はい、日本代表岡田監督、はい、今日は相手が強いとか弱いとか関係ない、はい、今自分たちの持っている力以上のものが出ない、はい、はい、どうぞ。今日は自分の持っている力を 100% 出してファイトしなさい、これだけ選手たちに伝えたそうです。そうですか。日本代表サイドの今日のリポーターはテレビ東京の小島秀樹アナウンサーです。今はこの相馬と5番のカルカノフとの争い、グレードマントロップ上中に入ってますが、一旦七海で預けます。フリーになっている奈良橋へ、七海からパスが出る、ルックアップからクロス、オーバーヘッドシュート、右に切れました。最後はロペス、このあたり、まあ、ロペスのテクニック、ボールコントロールのうまさ、そうですね、いいクロスでしたね、はい。からもうコントロールするときここにこういうオーバーヘッドでシュートだぞっていうのはもうイメージできてましたね、彼の中に、はい。特にサイドからの攻撃ということをやはり今日は強調していた岡田監督です。そうですね、こういうディフェンシブに来るチームに対してサイドが攻撃すべきですね、はい。斉藤さん、はい、香港のアラウジョ監督なんですが、日本は力的にも違うがミッドフィルダーが非常にいいと、はい、ですからディフェンスを強化、先ほどからディフェンシブという言葉が出ていますが、昨日は最終的には8人でペナルティエリアを守るという超守備的なシステムを試していました。あ、そうですか。今日の香港サイドのリポーターはテレビ東京佐々木明子アナウンサーです。日本のベンチには北澤そしてカズが控えています。司令塔としてもう間違いなくチームの中心の一人、今ボールタッチ左へ出して、ここに井原インサイドキックで縦に送りましたがタッチを切ります。非常に第一戦韓国にこうプレッシャーの中で試合をして、勝った、
それ第2戦こういう試合をこう続けてですね継続していくっていうのは結構難しいことなんですよね。はい、まあ、相手のボールを中田がカットして日本のチャンス、増田から左へ開いているのがロメス、クロスを上げる、相手ディフェンダーに当たってタッチを切りました。スローインです。ただ岡田監督いろんな選手をこう使いながらですねお互いこうチーム内でその争い要するにまあ切磋琢磨できるようにですねそういう状況を作って、はい、そういう中でもこういう試合気を抜かずにやるっていうことを試みていると思いますね。はい、この前の韓国戦と比べて日本はスタメンが5人変わっています。ゴールキーパーの川口を含めて5人。今ボールタッチがセンターバックの大村、この前の試合の秋田からここは大村が変わっています。クロスを送る、ロペスが待っている、頭の上を越えます。そのままゴールキックになります。この間の韓国戦、ね、はい、非常にいい内容、まあ、いいプレーをして、結果も出たし、選手の気持ちとするとですね、はい、まあ、そういう状態の時は普通メンバー変わらないもんなんですよね、当然俺の権利だろうというふうに思いますから、ところがこういうふうにメンバー5人も変わっている場合に、まあ、監督がはっきりテストするよとかそういうのははっきり言いませんから選手に、非常に複雑な思いを持っている選手も何人かいると思うんですね。あるいは自分のプレーが完璧だなという自信のある選手は、はい、あ、これはまあテストのつもりで俺には休ませてくれてんだなって余裕の人もいますけど、非常にいろいろ意味合いの深いスタメンだなと感じがします。なるほど。逆に自分でどういうふうにそこを考えるかで、メンタル的なそのコントロールっていうか、そうでしょうね。ゴール前に入りましたがワンバウンド、わずかに届きませんでした増田。そういう意味でやはりチームの中にいい意味で の, そのこうピリピリとした緊張感があると思いますよ。完全に狙いだと思います、はい、この増田なんか今日は特に注目される一人ですね。やはりそうですね。香港が最終ラインでボールを回します。守備的と予想されたんですがここまでの、まあ、10分を経過したんですが流れ田島さんどうですか。そうですね、やはり守備的ですね、はい、ただちょっとカウンターの時もですね割と人数多くこう攻撃してきますからね、はい、香港気をつけなければいけませんね、はい、決して守り一辺倒で1人2人のこうカウンターアタックという感じじゃないですね。そうですか、グレンジャーから縦、これちょっとマーク甘いですね。もう少し厳しくしていいと思いますよ、はい、相手を背負って一旦下げましたロペス、そのロペスへもう一度戻ります。ここに中田が少しここでテンポを作ります、溜めを作ります。この時間でもう全員が下がっちゃうんですよね相手は、ここで後ろに日本選手の人数が余っているという状態が長すぎるとですね、攻撃はほとんど成功しませんから、これをどういうふうに考えていくかというのが大事だと思います。中田から縦強いボール、ロペスには通りません。もう香港は完全に日本の攻撃の時には全員が自陣に引いています。ここでじわっと中盤から前に上がってきます。19番マッキオン、縦ロビングを送ります。ヘッドで落としたところは奈良橋、ここは大村が処理します。やはり香港はああいった形で長いボールを送ってくる形が、まあ、多いですね。どうしても無理につなごうとしてませんよね今、リスクもありますが自分がつないでいく部分にはですね、はい、ですからもうちょっとつなげないなカウンターできないなと思ったら割と大きいボールを入れてくるという感じがしますね、はい、細かいパスに対してもですね日本のプレッシャーかけたって本当にもう完全に出来上がってますから、かなり香港の選手としても怖いですよね、パスを出すところで、すでに。だから今みたいなパスになっちゃいますね、まあ、そうやってくれてるうちは日本のペースですね、はい、しかしここで香港がチャンスになるか、逃げ流す、ここにテンペスト、一旦下げる、ロビンがゴール前に上がります、選手が詰めているが、川口、しっかりキャッチです、最後詰めてきたのは12番のブレッドバリー、しかし川口、落ち着いて処理します。川口がオーストラリア合宿中の、オーストラリア戦とこの前の韓国戦と奈良崎に、まあ、譲った形と言っていいかどうか分かりませんが、やはり川口も今日この試合にかける気持ちというのはあるでしょうね。あると思いますね、まあ、チーム内 の, その競争意識というのがやはりあった方がチームとして生きてくると思いますね、はい、間違いないですね、うん、監督の、まあ、本当にやり方だと思う。また中田から上げるがゴールキーパーファンブルしている、クリアします。お腹の中にはメンバー決まっててもそれ言わなければ分かりませんから選手は。日本がまた香港陣内に攻め込んでいます。ちょっとコントロールできませんでしたが、タッチを切っています。こういう自分たちのこうミスでですね、はい、チャンスを積んでいくとこう割とこう点数入れにくくなってきますね。相手もこう守れるんだっていうそういう意識も出てきますし、はい、決して今香港のこうディフェンスいいわけじゃないんですよね。取れてて戻ってはいますけれども、はい、だからもうこのところでパシパシっとこう1点2点と決めれるようと楽なんですけどね、はい、まず序盤で
早くそのリズムをしっかり作ってそして得点を上げたい日本です。オシア、ボールが戻ります。このサイドあたりで追い込んで本当は取りたいわけですよね。日本はそこから速い攻めっていうのがリズムですから、うん、それがなかなか相手 そのロングボールで、やりにくいという状態になっていますか、はい、しかしここで日本がボールをカットして中田から縦ちょっと足を取られました。マスター逆に香港大井凛からテンペストが追っていきます。その前でカット、大井凛が激しいチェイジングを見せました。これが7番の大井凛、この前の中国戦からただ一人スタメンで変わっています。またかなり激しいボールの追い方を見せました9番のテンペスト、ね、はい、あのイングランドプレミアリーグなどでこうプレーしている選手も多くいますからね、はい、結構当たりは強いですよね。そうですね、今回の香港チームはいわゆる香港リーグでプレーする外国籍選手が3人含まれていますので、ナショナルチームではなくて、まあ、リーグ選抜という形のチームで参加しています。中にはそのイングランドのプレミアリーグで経験のある選手が何人か含まれています。また日本中盤、山口から左へ大きな展開、相馬。そうですね、こういう効果的なこうサイドチェンジってのは有効になりますね、相手がこうディフェンスに来ているときは。七海から中田、低いボール一旦大きくクリアします。日本のスローイン、ベンチ手前は岡野、そして向こうが秋田。この前の試合に出場して今日はベンチでまずスタートです。ストッパーのカルカノフから12番ブレッドバリー。この辺りが今も香港も必ずしもパスの精度も高くはないですね。そうですね、まあ、日本のディフェンスがいいと思いますよ、はい、ロペスが追っていきました。今日は中山に変えてこのロペスを2トップの一角スタメンで送っています。ロペスに求められる部分というのは田島さんどういうところでしょうか。そうですね、しっかりとしたキープ、ポストプレーというのができますからね、はい、その辺で起点に攻撃の起点になってくれればと思いますね。でやはり点取ることじゃないですか。まずは何でも、結果は大事でしょうね。カルカノフからのロングボールは全く香港の選手が追っていけませんでした。ゴールラインを切ってゴールキックです。前半も16分を経過、日本対香港、まだ両チーム得点ありません。ダイナシティカップ日本の第2戦香港戦、日本がまた香港陣内に攻め込んでいます。増田がボールをキープ、一旦中に入れますがこれが相手にカットされます。ブレッドバリー、左に大井凛が流れていますが右に出しました。グレインジャー、大井凛、そしてテンペストがニアに走っている。大井凛にはボールが当たるか、ちょっと長いか、追いつきます。一旦下げる、新歓機が中に入れる、ダイレクトは打てない。逆に日本がカウンターの形になります。チャンスしたいですね。さあ縦に抜ける、ロペスが追っていく、ゴール前、ロペスボールをキープ、シュート、相手のディフェンダーのスライディング、惜しいチャンスでしたがゴールにはなりません。ゴールキーパー抜いたところまでは良かったんですがね。そうですね、逆に香港テンペスト、ここは両チームの選手のボールの奪い合い、マッキオンを日本の選手が倒してしまいました。先ほどはいい形になったんですがロペスゴールはなりません。中田からギリギリのね、中田特急ちょっとオフサイド微妙なところでしたけどね、いいスルーパスですね、はい、うん、これミスしたんですよね。これはしょうがないですね。しょうがないですか、ディフェンスよく入ってましたし、はい、ロペスも精一杯、絶妙のタイミングですね。右のアウトで出したスルーパス、ちょっと微妙なところでしたけどね、オフサイド。いいチャンスを迎えましたが日本、ロペスのボールは、そうですね、カウンターであるとか、本当にもう津波君再三言ってますけど、この辺からボールをボンと上げるだけでは通りませんから、サイドをえぐらないといけないですね、はい、ワンツーからこういうボールですね、もっと精度を上げると。もう一つ、今度はファーサイド、ナナミが追っていきます。残っているナナミ、低いボール、ディフェンダーに当たります。あとはスタートですね。これが最後はナナミのクロスが相手のディフェンダーに当たってゴールラインを割りました。日本最初のコーナーキック、左サイド、セットプレー、この前もありましたし、これも一つのポイントですね。いや、もう大きなチャンスですね、はい、特にこういう膠着してなかなかこう崩せないときにはこういうセットプレーが
点につながるケースが多いですね。かかるゴールキーパーパンチング。日本は、まあ、フォワードの2人、そして今日久々の代表での試合、小村もセットプレーではもう、もう大きなターゲットになりますね。そうですね。ここに増田、相手に囲まれますがまだボールをキープ。そして7人、はい、こういうボールサイドは必ず数的優位にするんですよ、あのディフェンシブに戦うときには、はい、ですからここで効果的にサイドチェンジができればいいんですよね、はい、こういう形で大きなサイドチェンジですが、タッチ終わります、はい、そうするとまたあそこ、左サイドで今度数的優位を作るためにディフェンスが固まってきますから、はい、また中盤七海へこういうサイドチェンジどんどん速いボールがつながれば奈良橋が立てファールはありません。香港がボールを奪います。押し屋が落ち着いてフィードブレッドバリー。日本が囲い込んでいこうというところですが一旦下げてそして前へ、後ろからのしかかった小村のファウル。香港の選手はあの、はい、大柄で前へディフェンスする力ってのは強いんですけれども、あの後ろ裏へ出ていくボールにはですねあまり速くないですし、はい、香港のディフェンダーがあんまりペナルティの方に近づく前にですね先ほどの中田選手のような、はい、裏へ出すボールみたいなのをこう競らせるとですねチャンスがたくさんできると思いますけど、うん、またその中田一旦下がったジョーがさばきます。オープンスペースに出た中田中を見ています。香港がスーッとディフェンスラインを下げていきます。山口、そしてここには七海、七海がかなり深いポジション、そして井原。さあここからですね相手が完全に引いてしまった後山口、しかしなかなか前には送れません。また下げます。七海、増田、前を見た相手をわずか後ろから押されました。こう中に本当にいいポストに入ってくればですね、はい、ファール取れれば一番いいですね今の状況だったら、はい、フリーキック、これが日本の2本目のフリーキックです。今は増田が倒されました。そうですね、増田はこういう細、はい、あのスペースないところでもしっかりとボールキープできますからね、うん、さあ今度はどういう形を取りますか。ロペスが今度はボールの後ろに入ってますがロペスは壁の方に向かいます。七海とやはり中田です。あんまり細かいトリックプレーとかは、ね、どうしかないですね。シモエス監督が見てますから今日ジャマイカの監督が見てますからね、中田が行った、ゴールに当たって入ったゴール。最高、最高ですね。すごい、はい、チンプルで一番いいですね。中田の見事なフリーキック。そうです、まあ、本人もちょっと あれっていう感じかもしれませんけれども、ポストに当たってゴールに吸い込まれました。先制は日本、中田のフリーキックで前半の22分先制点を奪います。ゴールキーパーが触ってますね。もともとキックの精度には定評がある人間ですから、そのフリーキックを、はい、例えばベルマールとかでもあまり蹴ってないんですけれども、蹴らなかった方が不思議なんですよね。今のも本当にもう上の隅を狙って一番厳しいところを狙っていきました。ここでジョーが倒されてもちろんファウル、イエローカードが出そうです。この前も韓国の厳しいチェックにあったジョーですが、今は5番のカルカノフのチェックにあってそのカルカノフにイエローカードが出されました。日本がまず中田のフリーキックで先制したその後です。この前もそうですが、立場さん、はい、やはりジョーにも厳しいマークしますね。そうですね、でももうその辺ジョーもみんなそうですけれども、もう当たり前だと思ってますよね、特にこう気持ちを荒らげるような様子も見せませんね。これぐらいでみんな本当に強くなると思いますね、はい。さあこの位置からのフリーキック、ロペスがニアに流れていく、ナナミが上げる、ヘディングでクリアは小さい。ここに井原、しかし香港がここはボールをコントロールします。山口がボールを奪った、中田後ろからこのボールをカットされます。山口がちょっと痛んでいましたが立ち上がっています。今度は香港の攻撃、日本がディフェンスラインを下げていきます。
テンペスト、クロスを入れる。ゴールキーパー川口を追いましたが、その前にゴールラインを切っています。今のような形、日本も、まあ、時折香港のカウンターがありますから。そうですね、あの今いいつなぎでしたよね。嫌なつなぎされましたね。そして香港がこの試合に対するコーナーキック、はい、こういうコーナーキックは本当に要注意ですね、はい、キッカーはマッケオン、長身のディフェンダーもゴール前に入っている。低いボールニアサイド、バックヘッドで流す、クリアします。中田からすぐにパスを送る増田ですが追いつきません。ここは一旦相手のコーナーキックを逃れました日本。前半も25分を経過して現在1対0で日本がリード。しかしここは今香港がボールをコントロールして日本ゴールに迫ろうという構えです。香港もね、あの、はい、引いてはいられませんから、普通に攻めてまいりますので、これは日本のリズムになりやすいという、はい、逆に攻められてても安心という感じですよね。あ、そうですか、はい。まあ、今のところちょっと24分疲れがちょうど出てくる頃ですが、前線の追いがバラバラになってますけれども、まあ、あと何分で戻ってくると思います、はい、この時間帯に点をやられないことも非常に大事だと思います。ここはしっかりとクリアします。乗っていく、いや、ゾウが追っていく。相手のディフェンダーとの競り合い、ゴールキーパーがタッチに逃れます。今日はあのロペスとのコンビということで、ある程度ロペスのポストプレーがあるので、自分はもっとワイドに、この前よりはワイドに動きたいという話をしていたんですが、ジョーの動きはここまでどうですか。そうですね、非常にあの気味よく、あのコンディションいいような気がしますね。そうですか。あのスペースがないんでね、その辺まだまだ彼が活躍する場がないですけども、時間必ず出てくると思いますよ、そういうチャンスが、はい、日本はディフェンダーから一旦ゴールキーパー川口まで戻して、こちらもタッチに逃れます。やや1点を奪った後、当然香港が前がかりになってきています。先ほどのその先制点はこの中田のフリーキック、ポストに当たって、そしてゴールに吸い込まれました。香港がゴール前に迫りますが、香港のファウルです。15番のラ・ケイカ。日本また中盤で細かいパスを回します。まあ、香港も1点は奪われましたが、その外国籍選手、あるいは、いわゆる香港の市民権を取って香港籍のプレーヤー、まあ、経験のある選手多いですからね。そうですね。津波さんはこれまで香港との対戦当然あると思いますが、香港のプレーのこうなんか印象というのはどういうところですか。汚いラフ。あ、そうですか。それとですね、まあ、はい、大体そのこれはまあ香港選抜ですけど、はい、香港代表の、あ、これはいい形になった。テンペストが入っていく。一人、はい、大体大スターがいまして、はい、そのスターがまあ好きなようなことをするようなタイプの。あ、そうですか。そうですね。今回の香港チームにも、まあ、香港の数とも呼ばれるリー・ケンワという選手がいるんですが、韓国戦、そして京都スタメンには名前が入っていません。さあ日本チャンス、中田からフリーのロペス、ジョーがファーサイドに流れている。奈良伏に出した、ダイレクトでクロス、低いボール、ヘディングでクリアします。こういうのしっかりあのシュートに結びつけるぐらいまで精度上げてほしいですけど、はい、逆に日本が波状攻撃を見せるか。相馬ですがボールを奪われます。あ、これは3対3の形になります。しかしすぐにボールを送りません。いいディレイしましたね、山口。当たりにボールに当たりに行かずにですね、相手にドリブルさせて時間を稼ぎましたよね、うん、その間に相馬戻ってきましたから、まあ、遅らせるっていう。そうですね、はい、また日本が今度は最終ラインでゆっくりとボールを回します。これが山口、そして七海がこの前の韓国戦、まあ、かなり深い位置でもうボランチの位置としてプレーしてましたが、今日は田島さんどうですか。そうですね、多少ちょっと上がってると思いますけれども、はい、まあ、山口が一人ボランチに残ってるって感じですね、はい、それも指示が出てるんでしょうね。今日はもう意識的にディフェンスに入った時でも山口選手より前に位置してますから、うん、はい、今はのディフェンスラインがボールを持つとですね、センターバック大村選手、はい、井原選手がサイドに開いて、山口選手がそこの真ん中でボールを展開するっていう形、はい、それで攻撃、ディフェンスになると、
フォーバックに戻り、ボランチが入るという形になってますよね。かなりその形がこの前もはっきりしてましたね。そうですね。で、守備的相手が強い場合にはダブルボランチに並べてみたり、攻撃の時には少し斜めを前に出してみたり、その割合が今日ははっきりも、まあ、縦と言っていいぐらいの関係じゃないでしょうか。まあ、今日はやはり力としては日本の方が上と見て間違いないと、そういった相手に対しての試合の進め方、特に攻撃がポイントという話を大会前から話していました岡田監督です。しかし香港が今チャンスをつかむか。ウレトバリー、今はまず井原がクリアしました。追っていくのがロペス。場内から大きな歓声が沸きましたが、ここはなんとか落ち着いてプレーします。香港、斉藤さん、はい、岡田監督、攻撃陣に1人裏を狙えと今そう指示しましたね。ああ、そうですか。裏をつくようなプレー、まあ、何度かロペスが抜け出るような場面もありました。さあ、また中盤でナナミ、ジョーが右サイド、左のロペスに出ます。フリーダーがセールソー前、中を見ている、一旦切り返す、右足でクロス、ゴールキーパーがキャッチです。相馬がもうワンタッチそのままこう中に入れるタイミングでね、こう中の選手がこう合わせれるといいんですけどね、はい、うん、今の場合は今の人がいなかったから結局止めて切り返すっていう時間をかけてしまいましたよね、はい、ああいう風になると戻ってきますから、もうディフェンスが、はい、逆にクロス上げてもこう攻めづらいですね、はい、最初のタイミングで入ってくると中山選手なんていうのはあそこにバーンと入ってきますね、止まらないで入ってきますね、飛び込んでくるので、はいはい、今日はジョーとロペスというツートップ、ちょっと今は相馬がダイレクトでクロスを送るタイミングにはなりませんでした。この次のパスをカットして、そうですね、はい、ゴールキーパーまで戻します。そしてこの形、中に山口、向こう側に原、手前奥田ですね、3人が大きく開くっていうことですね、はい、そうすることの狙いというのはどういうことですか。大体2トップでやってるチームが多い場合ですね、3人が広がるとこうマークできませんよね、2人しかいないわけですから、はい、だからボールをどんどん早く動かして空いてるスペースで数的優位を作って攻めようという、うん、はい、そしてサイドのプレーヤー、サイドバックも高い位置から攻撃に入れますから、はい、まあ、体力的にも楽ですし、はい、うん、奥まで速いスピードでいけるということがありますよね。サイドを使った攻撃がやりやすくなる、はい、メリットはそういうところ。攻撃の時は 3-5-2 っていう感じじゃないですかね、見てもういい感じですかね、中田からジョーを一旦下げます。ここに七海、香港がカットに行きます。そしてテンペスト、中に折り返します。マッケオン、テンペストが右に出ていますが、細かいボールをつないでいきます。これはテンペストに対して日本のファウルです。これですか、はい、今レフリーから井原に対してイエローカードが示されました。井原はこの大会これが最初のイエローカード、後ろから行きました。左手にキャプテンマークを巻いています井原、まあ、この試合は代表同士の試合とは認められていませんので、いわゆる、キャップ数には含まれませんが、もう112試合代表としてのキャリアを重ねています。すごいですよ、本当すごいですね。香港のフリーキック、ゴール前ヘディングで流した、一旦外に出します。オシアから一旦下げる、ブレッドバリー浮いたクロスを入れるがゴールキーパー川口、副審のオフサイドフラッグも上がっていました。前半も33分を経過、日本が中田のフリーキックで1対0とリードしています。いいほどいこう、先端決定、くるくる簡単ロータリースイッチ、ポケベルのお金の扱いも簡単なのがいい、上出来超ポケベルドコモのインフォ、可愛いグッズ当たり。僕のワゴンにはトランクが2つある。ワゴンな生活123万円、鈴木からカルタスクレセントワゴン新登場。ご用命は鈴木カルタス鈴鹿へどうぞ。今日は攻撃がテーマという日本香港戦です。前半22分に中田のフリーキックで1点を先制していますが、現在1対0、その後追加点が奪えていません。また日本が相手陣内攻め込んでいく、中央から中田シュート直接打っていった、いいですよ、1点入った後ほとんどシュートなかったんじゃないかと思いますからね、
はり相手が引いているときには、まあ、よくミドルシュートが、まあ、その相手を引き出す一つの手とよく言いますが、そうですね、それもあります。こういうふうに中に今フリーでしたからね、当然もうシュートに行くべきですけれども、そうするとサイドの選手たちがやはりこう来るぞと思うとこうカバーリングでこう詰めてきます。そうすると今度外に開いたときにもっと楽にあのクロス上げれるようになりますから、はい、最終的に外を使いたいならとりあえず中へ行ってから外を開かせるということなんですよね、うん、最初に外を行ってしまうとやっぱりもうどうしても張られてしまって抑えられてしまうから、はいはい、これは抜けるラケーカクロスが入るゴールキーパーからファンブルからシュート決まった。あ、決めました。最後はテンペスト、ゴールキーパー川口がファンブルしたところに入り込まれました。この試合で一番こう捉えてほしくないような捉え方の今得点ですね、まあ、それほど川口のセービングに行って難しいボールにはこちらから見なかったんですけど、邪魔になったんですけれども、まあ、それにしてもやっぱりしっかり取ってもらいたいところです。ラケーカここです。詰めていたテンペストがこのボールを決めました。そしてその間に香港のゴール前でのプレー、日本の選手が倒されました。どうやら PK です。今スローをご覧いただいている間に日本が相手のゴール前に攻め込んで、そしてホイッスルが鳴りました。倒されたのは24番の増田。1点を返されて同点に追いつかれた後の日本のプレーです。日本国内での代表での試合、今日がデビュー戦になる松田、ペナルティーエリアの中に切れ込んでいったところ、カルカノフ、相手のストッパー5番のカルカノフに倒されて、これは日本にペナルティーキックが与えられます。さあ追いつかれた後のこの PK のチャンス、キッカーは中田。司令塔中田、頼もしいです、ね、その PK が決まってこれで日本また2対1とリードを、持ちました。前半の37分、同点に追いつかれた後のプレーでした。さあ田島さん、はい、まあ、追いつかれた後ですが、まあ、すぐにまたリードを持ち、ま、取りましたので良、まあ、かったですね本当にね、先ほどのような失点をもう二度と見たくないですね。そうですね、あっちゃいけないですね。これは激しいスライディング、カルカノフ、プレーって、ね、予想できるんですよね香港の場合、はい、もっと早くボール回してですね、はい、逆にこういう接近戦っていうんですかね、こう接触しないようなやっぱりサッカーをすべきですよね、もちろんリードしての話なんですけども、はい、暑くなってくると結構、やってきますから、それは覚悟しながら、そうですね、もう今のもそうですね、危険ですから、チェッカー厳しい。そうですから左完全フリーの相馬ロペスがクロスに流れる、そのロペスが頭で合わせられるか、ちょっと後ろに流れた。そのセンタリングの後にタックルになりますから危険ですが、あ、そうですか、ね、それはもう選手が感じてますので、ね、はい、早めの駒離れが必要だと思います。その相馬からのクロス、ゴールキーパーの後ろ、わずかに頭に当たったかもしれませんがゴールの方向には返せませんでした。今日は中山がこの前は韓国戦でスタメンでしたが、その中山に代わって、ジョーとのコンビを組んでいるロペスの今はヘディング、現在2対1とまた日本がリードを、1点としています。
激しいプレー。ブレットバリー直接ループシュート放っていった。これはゴールの右。今なんかも数的同数以上いましたからね、ディフェンス陣、はい、日本ディフェンス、あれボールに対してもっとプレッシャーかけた方がいいですね、うん、そのプレスという意味では、予選の頃と比べて少し岡田監督は、あまり前に行かずにという話をしていました。これは日本のチャンスになります。ただボールに対しては常にプレッシャーかけるべきだと思いますよ、はい、前線は多少下がってもでもですね、ボールをみんな追っかけるところは最高の力を持っていかないと、どんどん相手に余裕を渡しますから、はい、日本のコーナーキックはこれが2本目。この前の韓国戦で2つのアシストを見せた七海のコーナーキックです。ロペス、ジョー、そして井原、小村、ここはどういうセットプレーを見せるか。ニアサイド、ニアされます。一旦外、井原シュート、ジャスミンとして広げました。井原がこぼれ球を放って拾って打ったシュート、そこに反応した増田のゴールです。これも増田にとって嬉しいですね。ただこの人のヘディングがね、ディフェンスのヘディングとか思えないような。そして井原のシュートに反応した、右のアウトで、そうですね、よく伝わりましたね。嬉しいですね、うん、やはり代表の公式戦として自分の初ゴール、当然もうああいう表情になりますよね。一生忘れないですよね、はい、日本前半これが3点目で3対1。しかし香港がさらに前にかかってくることが予想されます。テンペスト、これはゴールキーパーに直接渡ります。前半ももう41分を経過しています。川内の表情にもまだ余裕が感じられます。ゴールを決めたのは3点目、この増田。最終ラインに入っている山口から、ここに開いている井原へ、今日何度も見られるパターンです。ロングボールを送る、相馬が走り込む、これはゴールキックです。日本の左サイドバックはもう不動の左サイドバックと言ってもいいでしょう、相馬直樹。1点取られた後に同点に追いついた香港ですが、その後日本に連続しての2得点、3対1とリードを広げられています。その香港の攻撃、左サイド陳冠慶、ここに王伊林ですが、奈良橋がボールを奪いました。そして小村、ロペスから奈良美、日本がどういう攻めを作っていくか。ジョー後ろからチェックに入りました。オシェア、ファウルはありません。そのキャプテンのオシェア、今度は日本がボールを奪う。山口から中田、非常に激しい中盤の攻めぎ合いです。ボールスピード弱いですよね。もうちょっと早くしてあげないともらう方がきついと思いますよ、はい、中田から縦ですが反応できません。スルーパスには誰も反応できませんでした。日本ボールスピード、いわゆるパスの強さ、そうですね、弱いとディフェンダーがこうボールに対するプレッシャーかけやすくなりますからね、はい、詰めれますからね、距離を。この前の韓国戦は非常に激しい雪と雨の中だったんですが、昨日あたりは乾いたこのピッチで練習をしたら、かなり思った以上にボールが止まってしまうらしいですね。そういう話をしていました。全然違いますよ、濡れたグラウンドと乾いたグラウンド。そんなに違うもんね。違いますね、本当に。ただ濡れたグラウンド、ボールは滑りますけども、それでも止める技術、トラップは難しくなりますから。逆に、はいはい、前半も残り2分、まだ日本がチャンスか。ななみクロスにジョーが走る、そのジョーにスルーパスが出る、ゴールキーパーが出ました。ゴールキーパーキャッチです。持っていったのがジョー、しかし追いつきませんでした。中田だけではなくて、このななみからのスルーパス、これも日本の攻め手の一つ。陳冠希、その下後ろラキエカですが、日本がボールを取る。いいディフェンスしましたね、増田選手。そしてジョーから左へ、相馬から中田、奈良橋が振り
度ありますよね、常にどういうボールでも、はい、非常に強いボールを強いボールと言いますね。そして中田とテンペストの争い、ファールはない、流しています。非常に攻撃の道筋を右から行った方が左から行った方がっていうのがもう頭の中に絵でちゃんと整理されてるんで、空いてる方空いてる方を選べますよね。しかもそれが瞬時に瞬時に判断して、そしていいパスでつながる、これはもう才能でしょうね、はい、その中田からがもう今完全に日本の攻撃パターンの重要なライン。そしてもう一人が今ボールタッチ後ろに預けました、ななみ。もう前半もまもなく45分を迎えようとしています。現在3対1で日本がリード、先制した後追いつかれましたが、その後 PK、 そして増田の代表は初ゴールで3対1とリードを広げています。相馬からかなり下がった位置で今ボールタッチしています増田。いや、これはジョー、そして奈良橋へクロスが入る、ロペスへ、ロペスのヘディングシュートに対して相手のディフェンダーが腕で止めました。偶然当たったって感じだと思うんですけど、ちょっとかわいそうなところありますけれども、厳しいですね。今日のレフリーはサウジアラビアのアルゼイドさん。もう一度、手に当たってますけど、かわいそうってかわいそうですね。あ、今のもカルカノフですから、先ほどに続けて PK を2度相手日本に与えてしまったという形になりますね。またキッカーは中田、同じ方向、これは止めた、同じ方に蹴った中田ですが、これは止められました。津波さん、どうしてそう思ったんですか。そういう性格なんですよ彼。あ、そうなんですか。しかしここはゴールキーパーのリク・カイエが反応しました。追加点はならず3対1変わりません。ちょっと先ほど褒めすぎてしまいましたね。中田、今日2本目の PK は成功しませんでした。もう前半1分30秒ほどロスタイムを取っています。あ、後ろから激しいチャージを受けるロペスですが、ボールをキープ、そして中田へ、ここで前半終了のホイッスルが鳴りました。最後の PK は成功しませんでしたが、前半日本3対1 2点をリードして前半を終了しました。増田がその3点目を奪っています。中田の2得点、そしてこの増田の得点、日本が香港に対して3対1 2点をリードして後半に入ります。大観音寺の水子供養、母のように慈悲の心で水子を救う水子三観音様。水子供養は近鉄榊原温泉口駅前大観音寺へ。大関ちゃんこ、横綱ちゃんこ、親方ちゃんこ、ちゃんこ本格派、ちゃんこ茶屋。ご家庭で本物、お持ち帰りも OK です。ちゃんこ茶屋騎士、ちゃんこ茶屋池田屋。誰かいい人いないかな。いい人できたら川毛会館。高強度高耐候にローコスト、2階が4部屋、2世帯同居住宅でも可能。今注目度 100% の匠シリーズが津・被災・鈴鹿にて好評分譲中。詳しくは太陽開発までご相談ください。鮮やかに海が咲き競う、生き生きとした旬の幸を堪能、そしてくつろぎのひとときを。伊勢志摩応接浜の宮尾亭一位。始まり一宮競輪、明日から開催。ダイナシティカップ第2戦、日本対香港は前半3対1と日本が2点をリードして折り返します。
放送席の解説は田島幸三さん、そしてゲストはベルマーレ平塚の津波聡選手ですが、田島さん、はい、前半振り返って最終的には3対1という形だったんですが、はい、まずどんな感じでしたか。そうですね、まず、まあ、岡田監督どう思うかなと思って考えてたんですけども、非常に不本意じゃないかなという、もちろん3対1という得点に関してはあれですけれども、はい、まずはその先制点は中田のフリーキック、これはもう見事ということですね。まあ、こういうディフェンシブなチームに対してこういうリスタートから点を取るっていうのは取れるっていうのはやはり日本にとってはいいことですね、はい。しかし34分に、香港のテンペストが、津波さん、はい、これはやむを得ない部分っていうのもやはりあるんでしょうかね、この失点は。まあ、確かに平原選手と重なって難しいボールではあるんですけれども、はい、一旦ゴールキーパーというのはゴールラインを離れたらですね、絶対にキャッチしなきゃいけないのもこれ事実ですから、うん、はい、これはもうミスとして認めてもらいたいですね。そうですか。その後中田が PK を決めました。そしてさらに40分井原から最後は増田という形で3対1だったんですが、田島さん、はい、まあ、前半まだまだ納得選手もいかないでしょうね。そうですね、逆に後半ハーフタイムして締めていいゲームにしてほしいですね。そうですね、まあ、たくさんのお客さんが今日も詰めかけていますので、もっともっと後半はゴールラッシュを期待したいと思います。前半は3対1で日本がリードしています。この後後半に入ります。豊かな味わいの味噌作り、敷居の長い経験と技術が味噌醤油に生きています。伊勢味噌敷居醤油の四日市泊町敷居醸造。豊かな暮らしを支えているエネルギー、エネルギー資源にも限りがあるものです。考えてみませんか。明日につなぐエネルギー。お伊勢参りのお土産に、100日参りのお祝いに、昔も今も変わらぬ風味の太閤出世餅。みやび亭の懐石料理はお口の中でうまさが渡る。予約制で料金もお値打ち。塩浜街道沿い懐石料理みやび亭。三重テレビ協賛、三光バルック古都高山と下呂温泉の旅。ゲロの新しい温泉リゾートホテル草壁アルメリアにお泊まりいただきます。お料理も上品に。そして高山の朝市と酒蔵を散策、旅情たっぷりの2日間。料金はお一人 17,800円より。お申し込みは三光旅行または三光バルック取扱店へ。ずっと忘れない、離れてもシーフードも出た。いいほな運行。今日の運勢20丸。あらやだよ。どうしましょう。もう私。いいほな運勢に従って今彼と別れました。バイバイ。また早いわ。じゃあもうやめる。中村インフォ。みんなで入ってラッキー。ちょっと切ってね。ちょっと切ってね。ボートンに切ってね。図に切ってね。勝っても負けてもまた来てね。そこまで言うか。あなたが来るまで待ってます。津京亭朝一番生情報はおはよう三重。いいもの高く買い取りますよ。米表買い取りセンターがぐーんと広くなりました。買い取りセンター米表。プライバシー大切に、大須の米表買い取りセンター。くすみが取れますように、取れますように。メラードハーブマスクは古い角質浮かせて取る、だから明るい澄んだお肌に。メラードハーブマスク。わおわお。これより日の谷温泉へ参ります。けど日の谷温泉ってどこやった。あ
誰も知らんのか。知る人ぞ知る日の谷温泉。4000年の歴史と太陽の国イスラエルから健康への願いを込めてお届けするドナリエラ、クロスタニンの日健総本社から。鈴鹿にサーカスがやってくる。世界のサーカスアーティストによるザ・ポップサーカス鈴鹿公演は3月14日から4月12日まで鈴鹿ベルシティにて開催。みんなで行こう、ザ・ポップサーカス。かわいい車がいいな。僕はかっこいいのっていうか乗り心地よね。いやいや走りだよ。ミッタリの車に出会えるよ。98ミエ輸入車ショー3月7日8日四日市ドームにて開催。輝いているあなたが大好きです。 A ショップ竹藤。人々の暮らしを支えるテクノロジー。私たちは人と技術が作る未来に新しい可能性を求め続けます。 Tribology Technology Trice。 ふくぶくふくぶくふくぶくふくふくぶく、いろいろお手伝いできます。福袋ローン本田千代。競輪選手ってすごいんだ。出会い始まり、一宮競輪明日から開催。いいほどいこう。かわいい絵文字でデートの約束打っちゃおうかな。ラブラブラブ。デートのキャンセルも絵文字だよ。超天天超ボケベル、ドコモのインフォ。かわいいグッズ当たり。自然の中、ゆっくりとした流れに心癒すひとときを、大展望風呂と旬の季節料理でおもてなし。お食事お泊まりは三杉村君ヶ野ダム湖畔レイクサイド君ヶ野。私売りたい。私買いたい。私売りたい。私買いたい。売りたい人も買いたい人も養老公園入口新名所、古今珍品情報流通センター。よかったよかった。福祉の仕事へ最初の一歩、三重県福祉人材センターでは三重県と主催で3月8日に福祉の職場仕事ガイダンスを開催します。お問い合わせはご覧のところへ。梅の香りとフチクレが確かな技で磨かれる。色、味、姿、年月重ね練り上げたトネの梅干し。トネカシカ。今日もたくさんの観客がこの横浜国際競技場を詰めかけています。その前での日本のダイナスティカップ第2戦香港戦は前半香港に対して3対1という2点リードでこれから後半戦に入ります。すでに香港の選手がこのピッチ上に姿を現しています。まだ日本の選手はこの後半このスタジアムのピッチの上には姿を現していません。現在は控えの選手がこのピッチ上で、練習を行っています。岡田監督はもうベンチに座っています。さて改めて津波さん、はいはい、津波さんは後半日本にはどんなプレー、どんな試合を期待しますか？そうですね、今3対1という結果で前半を置いてますけれども、はい、本来日本が得意とするですね、サイドで追い込んでインターセプトして早い攻めからサイドセンタリングからシュート、こういう形がですねほとんどなんかいいディフェンスからは始まってないんですよね。相手のミスあるいは、はい、なんか流れの中でその素晴らしいプレーがちょっと今一つ足りないなというところなんで、はい、後半はそういう形からチャンスを作って結果も出してほしい。前線の追い込みで今はもう3対1ですから香港選手は引いているばっかりではないですから当然日本 その守備の網にはまるはずなんですけれども、それができていないというのは非常に大きな課題だと思いますけど。なるほど。とちょうど今日本の11人が現れました。前半とどうやら選手の交代はないようです。同じ11人がこの後半キックオフの時点でピッチに立ちます。このロペスまだ今日はゴールはありません。日本の3点は中田の2点、そのうち1つが PK、 そして増田のゴールです。この増田は井原のシュートのこぼれ球に合わせました。後半は向かって左に香港、そして向かって右に日本がエンドを取ります。
田島さん、はい、やはり岡田監督も再三お話ありますけれども、そのしっかりとしたディフェンスから形ができていないというところを考えれば、決して満足のいく内容ではないわけでしょうね。逆に彼の性格すると満足してないと思いますね。増田選手なんかは当然このゲームでねチャンスをもらって北澤選手との戦いになってるわけですよ、はい、それに打ち勝つためにはまあ結果も大事、そのゴールも大事ですけれども、ディフェンスの面 の, その貢献というのははっきりとこのゲームで見せないと、はい、やっぱ評価されないと思いますか。そうですか。果たしてそういうあたりがこの後半出せるか。後半がキックオフされています。だいぶ違いますよ動きが。そうですね、もう一番プレッシャーかけてきましたね、はい、そしてリズムを作っていく、囲い込んでボールを奪ってそこから展開したい日本。これが松田、現在前半のデータが画面に出ています。日本のシュートは9本、そして、3ゴール、オフサイドが日本4つあります。香港はシュート3本、南からのフィード、ここに増田、走り込んできた相馬、シュートは打てない。香港もチェックが厳しくなります。前半2点をリードしてこの後半に入っています日本です。香港の方も、まあ、得点を奪いに来るでしょうから、この立ち上がり田島さんどうですか。そうですね、香港の今ディフェンスも前半よりいいんじゃないかなという気さえしますね。そうですか。こうピリッとこう締まったし、前半が締まってなかったわけじゃないんですけれども、うん、非常に両チームともいい試合内容だと思いますよ、はい、後半の開始早々ですね、はい、かなりハーフタイムに、ね、両監督に葉っぱかけられて、送り出されたような雰囲気ですね。でしょうね。今香港が最終ラインで一旦ここは地高に移ります。スイーパーのシェアから彼からその香港を率いているのがブラジル人のセバスチャン・アラウジョ。そうですね、これここで取って香港がボールをキープ。ラケイカ、ここでまた日本、山口からジョー、またジョーに戻ります。そしてサイドを変えます。その前でカットされます。香港の方もこの辺りは細かいパスをつないでいこうというところ。日本がリードを2点奪っているということもありますが、その香港が事前に予想された完全に引いて引いてという形とはもう今は違っていると見ていいんでしょうか。そうですね、ただディフェンスの時にはもう本当に引いてますよ。はい、やはりリードをされても自分たちのディフェンスの時にはきちっと引いてますね、はい、今山口が倒されました。香港の9番テンペスト、はい、課題は残ったままなんですから、はい、相手は引いてくれてるわけですから、そこの引いた相手にもどう攻めるかという課題も、ね、残ったままですので、この後半非常に大事にしてほしいですよね。今日の一番のテーマと言ってもいいわけですね。そうですね、そういう形で、まあ、リスタートで取ったわけですけれども、はい、本当に崩して取ってはいませんからね、はい、ぜひそういう得点を見てみたいですね、はい、今日の3点というのは中田のフリーキック直接、そして中田の PK、それからコーナーキックからのこぼれ球、結局セットプレーなんですね。今度は香港が右に展開します。グレインジャー、経過こぼれたところには大入り、相馬がこのボールを追っていきます。そしてマッケオン、中盤の底のあたりに位置しています。スイーパーのオシェア、そして高位徳から縦へテンペストが追っていきます。相手を振り切る、テンペストがエリアの近くに入ってくる。ラケーカの前でカットします。逆に日本の攻め、中田縦一本、左に控えているロペスへサイドを変える、これはいい形だ。松田縦に出る、出すぎか、クロスが入る、ロペスの前に立っています。今ジョー、ロペス2人ともこうファンにいましたからね、1人がこう前にねかけていいと思うんですけどね、はい、あ今クロスを上げたのがジョーですね。松田、ジョーですね。松田とロペスが、相馬がドリブルで入っていきます。後ろから激しいチェック、しっかりついています。グレインジャー、そして七海、縦に相馬が動きますが低いボールを出す、相手にカットされます。日本は相手ゴール前攻め込んだんですが得点には結びつきません。
香港の方もこの後半まだ選手の交代はありません。両チームともそのスタート時点の11人同じメンバーで戦っています。大入りにクロスが入る、ヘディングで落とす、日本にファウルがありました。ここはペナルティーエリアから外5メートルほど、香港のフリーキックになります。日本は3点がセットプレー、あるいはそのセットプレーからのこぼれ球で奪っています。香港はクロスから相手ゴールキーパー、日本のゴールキーパー川口がハンブルしたところを詰めたテンペストのゴールで現在3対1で後半に入っています。香港にとってはこのゴール前からの位置のフリーキックはこの試合これが初めて。ゴールキーパー川口、左足のフリーキックは壁に当たってゴールラインを切りました。コーナーキックです。今は3番のチン・カンキ、そのチン・カンキのフリーキックからコーナーキックになります。香港にとってはこれが今日2本目のコーナーキック。マッキョーネ、低いボール、ヘディングシュート合わせたが大きくクロスバーの上を越えました。斉藤さん、はい、ハーフタイム中の岡田監督の談話をご紹介します。はい、あと45分間冷静に自分たちがやることをしっかりやろう、ピッチでとにかく 100% ファイトしなさい、ただこれ一つだけです。はい、日本サイトの情報はテレビ東京の小島秀樹アナウンサーです。斉藤さん、はい、一方の香港サイドはラウジョ監督ですがかなりナーバスになっていまして、はい、点数をもう取られているので練習試合のつもりでいけと、そしてみんなが日本は危険なプレーヤーなので目が離せないが、はい、とにかくもうボールを奪いに行って奪ったら攻撃に転じろと厳しい表情で言っていました。はい、香港サイドは佐々木明子アナウンサーですが、香港のアラウジョ監督からは、まあ、練習試合のつもりでという、まあ、いろんな意味を込めての、まあ、そういう、まあ、アドバイスでしょう。田島さん、はい、まあ、練習試合でというのはその選手の、まあ、精神的なプレッシャーを和らげるとかそういうこともあるんですかね。そうですね、まあ、諦めるなということもあると思いますし、はい、ただあの選手の動きを見ると、はい、あの前半よりは僕はいいような気がしますね、香港の選手たち、うん、そういうふうに話した方が香港の選手は燃えるんですかね。そういうことなんですかね。僕ら日本人は練習試合だって言われるとですね、まあ、いいのかなって思っちゃったりしますけどね、確かに動きいいです、まあ、その方が良くなるだろうということを見越しての発言かもしれません。香港は16番のショー・セゴーがもう交代して入る用意ができています。また日本の最終ライン、三原からそして相馬、外を中田が回っています。その中田へ逆サイドクロスが入りますがこれは長すぎました。大きく、ゴールラインを切りました。あ、ジャマイカのシモエス監督ですね、これ。あ、やはり韓国戦も見ていたようですが今日もしっかりと、まあ、代表チームの監督でしたらね、まあ、こういう試合まで来るのは普通でしょうね、はい、見てみたいでしょうね、自分が対戦するチーム、ね、試合でも多く、まあ、そのシモエス監督の目にこの中田はどう映ってるんでしょうか、果たしてこの前と今日の2試合。日本が3対1と2点をリードして後半に入っています。今回もチャンスになるか。これはゴールキーパー川口、ちょっと今危ない場面でした。また香港が左へ振ります。チン・カンキ、後ろからプレスをかけるのは中田ですがファウルを取られました。中田が今日は何度もゴールに絡むプレーを見せて実際にゴールを2得点奪っています。またチン・カンキ、逆サイドに大井凛が手を挙げている。ふわっと浮かしたボール、スペースに出しましたが斜めがクリア。日本がラインを上げます。ここは日本の2トップ、ロペスが追っていく、激しい勢いで追っていきました。ロペス、大入り、テンペストが前に入っていく。どこに出すか、左サイド、チン・カンキ、チン・カンキマイナスのパス、もう一旦キープ、マキョンシュート放った、これも力がありません。最後は12番のブレッドバリーのシュートでしたがゴールの右に外れました。香港生まれのプレイヤーブレッドバリー、ヒヤッとしましたゴールキーパーの川口です。日本の小野コーチがロッカールームの方に走っていきます。あるいは選手交代が日本にもあるんでしょうか。
番の小瀬郷がピッチに入っています。斉藤さん、はい、日本代表も動きありそうですね、はい、岡田監督が時計を見て小野コーチにウォームアップルームに行くように指示しました。あ、そうですか。ゴール前ヘディングシュートです。合わせましたがクロスバーの上、右からのクロスに合わせました。いいタイミング出ましたね。2人のディフェンスに挟まれてましたから、点で合わなければ、はい、絶対にチャンスにはなりませんけど、ぴったりと通り、ちょっと10センチぐらい低いと最後なんですけど、はい、あの絶妙のタイミングですね。わずかに、まあ、高さが合わなかったという感じでしょうか。ロペス手を叩いて悔しがりましたが、それにしてもいい形はいい形ですね。そうですね、ちょっとこの時間帯良くないんですよね今日本。ああそうですか。香港の方がボールきちっと支配してる気がしますね。でああいうようなプレーで本当点を取って流れを変えたいところなんですけどね、はい、また日本のゴール前テンペストが追っていきましたがクリアします相馬。ああロペスが果敢に追っていきます。そしてブレッドバリーですがタッチを切っています。日本はその今良くないリズム、はい、終盤は日本の方がまあコントロールできるだろうと香港のシモエース監督も言っていたぐらいなんですが今はそうできていない。そうですね、今香港の方がつなぐとかはいいですね、はい、非常にシンプルにつないでますよね。あここもミスパスから香港のチャンスになります。スルーパスを出す、オイリンが走り込む、コントロールを誤りました。あしかしボールを奪った、一旦下げます。そしてカルカノフ、グラウンダーのパス、テンペスト、カルカノフにボールを戻す。あ危ないところですがカルカノフがファウルでした。あの入ってくるポストに入ってくるボール、あの選手に対してのプレッシャー甘いですね日本が、今は香港がいい形でボールをつないで日本のゴール前に攻め込んでいきました。悪い時間帯というのはですね、はい、はっきり定まっていない、自分が見つけな、捕まえなきゃいけないプレイヤーが捕まえていないという形が大体多いんですけど、今僕それずっと探してるんですけどね。ああそうですか。何が理由か分かんないですね。まあ分かれば対処できるっていう部分も監督としてもあるんでしょうが、あのほとんど今日左サイドが崩せないんですよね攻撃の時にですね日本が、マスダ、それからジョーとかはですね、割とあのスペースで早くこう裏裏を狙ってくるもんですから、はい、埋められちゃってますね逆に。あの相馬がこううまく縦に出します。ゴールキーパーセーリング、はい、オープンスペースでこう相手のスペースでこう入ってくるっていうのはそういうようなあのスペースがないですね今、そこをどう打開していくか。前に向いたマスダ、足がかかった、ファウル。ジョーじゃないですかね。ジョーですか、失礼。今のいいコントロールしましたね、はい、そして14番の香港コウ・イトクにイエローカードが出されました。エリアのわずかに外です。ゴール正面、ジョーはこの前の試合、まあ、相手の手が当たって歯を2本折るというのもあったんですが、非常にあのジョー、あのボール持ってからのこうドリブルキレがありますね今日。今絶好調と見ていいんですよね、ジョーは。本人点取らないとやっぱりあれじゃないですか。さあこの位置のフリーキック、七海、中田、ロペスがいます。香港はもうフィールドプレイヤーが全員帰りました。ロペスはこの角度というのは結構蹴りたがるんですね。そうですか。必ずボールとかやってます。ベルマレという、選手にでしょう。イエローカードが出されました。さあ日本フリーキック、 誰が蹴るか。キーパーが右にいますから結構。ロペスフェイントからゴールキーパー正面です。一つフェイントを入れた後やっぱりロペスでしたね。そのじーっとベンチの前で立ち上がって見ています日本の岡田監督です。完全にキーパーが右寄りに読んでましたから、あれ、はい、インフロントキックでですね、左側にこうカーブをかけてなおかつ壁を越えるというのは結構難度あるプレーですね。あそうですか。実質的にはフリーになった相馬、クロスが入る、ゴールキーパー、これがキャッチです。ここもロペスが入っていました。現在後半まもなく15分を迎えます。3対1、日本のリード2点は変わりません。
かというと右からのサイドを使った攻めというのは右に偏りがちでしょうか。まあ、一つには左サイドかなりケアされているというのがあると思いますね。スペース埋められて、はい、要するに相場が上がるスペースを今与えてないですよね、香港は。そういうことは言えると思います。中田からロペチが叩く。増田、中田には戻せない。ここで香港がカウンターの形になります。大入り、いや失礼、これは途中から入った16番のショウ・セゴ。日本はまだ選手の交代はここまでのところはありません。中田がボールをキープ、出したところに永見、縦にジョーが走る。ジョーに出るか、コースが合いませんでした。後半も16分を経過、3対1、日本のリードは2点です。後半に入ってまだ両チーム得点はありません。3対1、日本のリード2点は変わっていません。相手ゴール前、この後半も何度か攻め込んだ日本ですが得点にはなっていません。中田からクロス、後ろに中田のところにジョー、ジョー中に入る、シュート放った。クロスバーわずかに上だ。ちょっと触られちゃったのがね、コントロールミスにつながっちゃったですね。ヘディング、ジョー、しかし、まあ、ゴールへ向かっていくプレーを見せました。今日はまだ得点がありません、ジョーです。そして日本、今のプレーをご覧いただきましょう。はい、ちょっと触られたんですね。ハルカノフをかわしてのシュート、最初のタイミングで打ちたいんですけど、ちょっとボールがこう跳ねてまして、あれで打つとですね、大体上に行ってしまうとか、本人が蹴る前に分かるもんなんですよね。あ、そうですか。一回こうもう一回抜いてからボールが落ち着いたところで打ちたいっていう感じでしょうね。直接打とうとくとこれはダメだっていう、もう選手は自分で分かりますから、その打つ前に、あ、外れると思う。流してからのシュートだったんですが、ゴールの中には収まりませんでした。ジョー、斉藤さん、はい、日本代表交代します。はい、24番増田に変えて22番の平野を投入です。増田に変えて平野が入ります。もう平野は準備ができています。スローインになったところでここで変わります。今日が日本での代表デビュー戦となった増田、ワンゴールを前半奪ってこの後半18分で平野と変わります。田島さん、今日の増田、ここまでどうでしたか。そうですね、まあ、もちろん初めての試合で緊張もあったと思います。点数も入れました。はい、まあ、彼の力がすればもっとできたと本人も思っているとは思いますけどね。はい、まあ、1回だけのチャンスありませんし、頑張ってほしいですね、次。相手がこう結構引くタイプで、はい、増田選手の特徴っていうのはドリブルで、ね、1人を2人をかわせるというプレーがあるんですけれども、はい、大柄で足の長い選手がこうペナルティエリアに引いてこられるとですね、うん、なかなかその武器が使いにくいということがありますね。はい、まあ、ただ本大会ではそういう形予想されますからね、相手から考えても、はいはい、大事な選手です。そして平野が代わって入っています。日本、相馬から叩いたところに中田、これはゴールキーパーに結局渡ります。今日の中田の動き、プレー、田島さん、どうですか。そうですね、もっと彼ボールスピード速く、あ、今の芝生のシュートられた形ですか。非常によく見てボールを配球していると思いますけどね。はい、まあ、欲を振ればもっともっとできる選手ですからね、能力からすれば。退いた増田、満足、そして、まあ、残念な部分と入り混じっていると思います。香港も選手をここでまた変えます。あ、後ろ髪の長さに特徴があります。日本でも、まあ、ご存知の方も多いでしょう。香港の数と言われている李健は登場です。はいはい、ナイスターですね。香港ではミスターサッカーとまで言われているようなスターですから、はい、果たしてどの位置でどういうプレーをするか。両チームともの後半に入って選手交代、動きが出てきています。そのリー・ケンワから縦に走ったグレインジャー、平野がここはカバーです。はい、僕もマークしたことありますけれども、非常にドリブルの特徴がありましてですね、リズムがあって、なかなかいいプレーヤーですよ。テクニシャンという感じでしょうか。完全にテクニシャンですね。はい、突っかけてくるドリブルをするので非常にいやらしいですね。セットプレーの時でもフリーキックなんかでいいキックを持っている選手ですね。そうですね、確かそうだと思います。はい、リー・キンワと平野の争い、ヘッドで流したジョー、後
後ろから突っかけたロペスのファウルです。日本は先ほど増田に変えて平野を投入しました。田島さん、はい、平野にはどういう役割が求められますか。やはり第2列からのシュートであるとか、ストライカーをこう追い越してですね、裏に走り込むとかですね、そういう部分を期待していると思いますね。はい、縦でスピードがありますからね、彼は特に左サイドで、そういう部分を見せてくれればいいんですけどね。はい、しかしここは香港がボールをキープ。リー・ケンワ、そしてテンペスト。縦に出してリー・ケンワが追っていきます。ここは平野がついています。中に出したところ。日本ここはボールをコントロールして上に送ります。日本のスローインではありません、香港のスローインです。このジョーとロペスのツートップ、今日はスタメンからこの時間までまだ変わっていません。増田に代わって日本は平野を入れました。これが日本は最初の交代です。現在3対1と2点を日本がリードしています。香港のスローイン、ポイントを変えます。平野とのコンビが期待されます。この10番の七海、そしてボールキープ、現在平野出したところをさらわれます。グレインジャースルーパスを出す。小村がここは体で止めました。そして中田へ、逆サイドロペスがいる、前にジョーがいる、突っかけて出しましたがタッチを切ります。日本のカウンターのような形になりましたが、前線にはつなげませんでした。今ベンチ、岡田監督が平野下がるなっていう指示がありましたけども、平野の、ね、やはり役割っていうのはそのフォワードとこう中盤のこう間をつなぐとかですね、そういう役目があるんですけど、今こう李慶文が入ったせいで、彼がそのマークで、ね、どうしても今後手後手でディフェンス下がってるんですよね。ですから彼はやっぱりトップの方に残って攻撃的な部分でボール触ってほしいし、彼自身も攻撃が得意な選手ですからね。はい、そういった意味ではその持ち味を生かすということではより前で。そうですね。それにあと日本チームのバランスから考えても前でプレーすべきですね。はい、今マークで本当に悩んでますね。はっきりしてません。今画面右に流れていくのか。今もまた下がってしまいますよね。はい、井原と大井林の争いは、井原がこれはファウルです。こういう時間帯に早めにですね、本人入ってきてなかなか流れに乗れないですから、後ろの、まあ、山口選手、井原選手を中心にですね、声をかけてあげて、どこに行くべきかっていうのをはっきりこう整備してあげるっていうのが必要なんですよね。はい、韓国戦でも途中で入って、ややその時間帯で全体に混乱があったと岡田監督も話しています。香港のフリーキック、カルカノフが行く、ゴールキーパーパンチング川口、左足のシュート、ヘディングでクリアした。ゴール前に残っていたのは山口のヘディングでクリア。今は危ない場面でした。川口が出ていました。香港のコーナーキックです。香港これが今日3本目のコーナーキック、左サイドキッカーはマッケオン、長身の選手がゴール前に入ってきています。カーブがかかる、川口ががっちりとキャッチです。そしてその後香港に今キーパーチャージがありました。今は危ない場面、そして香港のセットプレー、失点は逃れました。日本ジョーが追っていく、ジョーとキャプテンのオシェア。ジョーはここはゴールを奪われました。スペースが空いています。そして左サイド、これはボールが長すぎました。しかしちょっと危ない形ですね。プレスが後手後手になってるし、ね、中途半端な追い方で、サイドに集まってしまって、そこをすかされて、はい、逆サイドに展開されているって形ですね。そしてこれ先ほどの場面です。まあ、よくゴールカバーしてましたね、山口。セットプレーの後の相手の二次攻撃、危ない場面でした。ここでもうすでに平野がこう入りますよね。はい、前半もそうだったんですけども、入られるともうそのままこう上がっていくスペースというのはなくなりますからね。今日彼の攻撃策はほとんどないと思いますよ。左サイドの攻撃がないという話ですかね。そうですね。相馬の前にみんなよく走ってくれるんですよね。はい、もちろんそういう動きも大切なんですけども、今日は逆に両サイドバックが勝っちゃうんですよ。ロペス流した、ジョーが言う、シュート狙った、ゴールキーパー触って後ろに流れます。もう少し下がってくれればいいんですけど、もう
後ろには中田がいました。あ、これはゴールキックですか。触ってないと思います。あ、触ったように見えましたが、ゴールキック、いや、レフリーはコーナーを指しています。もう一度ご覧いただきましょう。ロペスからジョー、触ってますね。触ってますね。やっぱりでもジョー選手は点取り屋ですね。あそこの角度からもシュートになってくる、まあ、サイドのプレイヤーだと中田選手にセンタリングっていうのを考えますけど、いいですね。ダイレクトで上げる、ゴールキーパー弾いている、シュート、ディフェンダーに当たる、もう一度並びだ、決まった。ゴールキーパーに当たってゴールに吸い込まれました。並びのゴールで日本4点目。後半これが最初のゴール。ようやく後半26分になって日本は追加点です。最後は並びですが、予選の時にもありましたが、すごい低く抑えた並びのシュート、はい、もう一度ご覧いただきます。キレのあるシュートを持ってますよね。ショートコーナーからでした。サッカー選手というのはフィジカル的な体のコンディションが良くないとですね、はい、こういうキレのあるシュートってのは打てないもんで、はい、例えばシーズンオフに1ヶ月休みますよね、はい、この同じシュートを打てというのはですね、なかなか難しいんです。少しブレてしまったりとかですね、立ち足の筋肉が弱ってますから、この、まあ、よくはゴルフのスイングと同じですね、はい、疲れた状態がこうなんかブレてしまう。本当にそうなんですよ。コンディションがやっぱりしっかりしてるから、しっかりとトレーニングをしてですね、いい体になってから、はい、初めてあのシュートを打てる。なるほど。あのシュートが打てるってことはもうコンディションは押して知るべしと。バッチリです。なるほど。後半追加点が入りました。日本4対1、その差を3点と広げました。後半今28分、まだまだ時間はあります。田島さん、はい、もっともっと流れの中からの得点、日本に期待したいですね。そうですね、左サイド使いたいですね。ここで相馬に出ます。追いつくか、追いついた、一旦出す、中田へ突っかけて平野、ダイレクトで入れる、後ろにロペスがいるか、ダメだ、タッチを切ります。つないでクロスから飛び込んだファーポストのロペス、日本がここはボールを囲い込みに行きます。日本のスローインです。左サイド中田のパスを絡めての形でした。中盤で斜め開いている相馬へ、さらにここに平野が開いている、ダイレクトでクロスを上げる、ロペスワントラップ中に出したがハンドです。いい形はいい形でした。後半まもなく30分になります。日本追加点で4対1とリードを広げています。日本がまたチャンスを迎えています。まもなく後半30分、クロスが相馬から上がります。ゴールキーパー、おっとこれもファンブル、危ないところですが、ちょっと不安定なプレーを見せています。ゴールキーパーのリク・カエ、現在得点は4対1、日本が後半1点を追加してその差を広げています。斉藤さん、はい、日本代表カズがどうやら出るようですね。あ、そうですね、満を持してと言ってもいいでしょうか。カズがもう準備を整えています。韓国戦出番がありませんでした。そして今日もスタメンには入っていませんでした。ここでカズが登場、岡田監督から今指示が与えられています。得点は現在4対1、後半も30分を経過しています。最終ラインからロングボール、ここはしっかりと中盤に田中がつなぎました。そして山口へ、中田ダイレクトで奈良橋、もうカズは準備ができています。斉藤さん、選手も1人変わります、はい、18番ジョーですね。ジョーに変えてカズです。ジョーに変えてカズですか。そのジョーがワンタッチ、縦に平野が抜けている、オフサイドはない、ハンドですね。あ、ハンドがありました。日本のハンドです。そしてここで選手が変わります。
合宿での、 そのオーストラリア代表戦にも出ていません、代表の公式戦としては、2試合全く出場せず3試合ぶりの出場ということになります。田島さん、カズがここで登場、岡田監督の狙いはどういうところだと思われますか。そうですね、やはりまだ次の試合もあるんで、やはりこう試合に少しでも出してという部分もあるでしょうし、やはり決していい状況じゃないというふうに思ってるんじゃないですか。それやはり選手変えることによって流れを変えたいという気持ちあると思いますね。4点を奪ってはいても、カズは天皇杯去年、左の肘を脱臼ということもありまして、その影響本人はもちろん、あるとは口にはしませんが、代表の試合から遠ざかっていました。今日代表どの選手も言えるんですけども、はい、パスが弱いですね。本当にこの間のこう雪雨の時の状況と比較してこう乾いてるんで、そういうふうに見えるのかもしれませんけれども、そうですか。今日非常に弱いですね、みんな。さあ相手を一人抜いた相馬、カズエはちょっと合わない。いや、今中田へのパスでした。香港スイーパーのオシアが上がっていく。ワンタッチでもう一旦オシアに戻す。これがキャプテンのオシア。そして左サイドへ。3点追っています香港。日本はそのボールを持っているプレイヤーに対してチェイシングに行きます。カズ、津波さん、はい、そのパスの強さ、試合をやっているうちにどのぐらいの強さでっていうのは分かるようで、なかなかコントロールできないんですか。あー、これは抜ける。ゴールキーパー、わずかに追っていったロペスは届きませんでした。そうですね、相手 の、 その選手が、大きくて足が長い、はい、強いパス、しますよね、少しトラップがちょっと大きくなっただけでも足が引っかかってしまうこともありますし、はい、非常にその難しい問題なんですけれども、だからややフリーな状態になっていても、はい、ちょっとパススピードが遅いから、はい、そこでまた詰められてしまうみたいなこともありますよね、はい、昨日の練習の時点でも岡田監督が練習中にもっとパスを強くという言葉を再三かけていまして、それがテーマの一つだとも言っていたんですが、なかなか難しいんですかね。混んでるところで5メートルのパスを思い切りもらってももらった方も困るですし、はい、サイドチェンジのパスは当然思い切り速いパスじゃないと困りますし、はい、本当自信がある時なんかもう自然に出るんになるんですけど、はい、多分今日はみんなちょっといろんなあれがあると思いますね、はい、うまくいってないとかそういう部分がですね、試合の流れという意味 で、 そうですね。ここは密集した地域から香港が一旦最終ラインに戻します。になっている。 今の縦パスって絶対こうディフェンスが入っていないおかしい形なんですけれども、そこは、はい、うまくいってないですね。ここでボールがカズに渡る。カズが倒された。ファウル。ボールを受けてカズが倒されました。日本はもうリスタートしています。シュート放っていった平野。こぼれたところにはカズ。一旦相馬、相手の足が伸びてきます。伸びますかね。そのクロスでいける。スローインに変わります。こういう形になったのはこの試合本当に2回目ぐらいじゃないですか。今みたいに相馬のところ、相馬がこういうクロス上げるタイミングで、はい、これは簡単に相手のスローインにしてしまいました日本です。そして平野、細かいところ行き過ぎるような感じになりますから。香港縦にボールを出す。途中から入ったイークンリュウが追っていきますが、ゴールキーパー川口です。リズムが悪いとですね、どんどんそのエネルギーが消耗していくわけですよ、でディフェンダーにしても後ろに走らされなきゃいけないし、今度攻撃に出た時にそのパスミスの、その精度も、パスの精度も落ちますし、ミスも増えるという、どんどん悪循環になりますから、はい、とにかくボールをまず丁寧にミスのないようにつなげていくということが非常に大事ですよね。中田からロペスへのパス。今ぐらい強いパスで来ると楽なんですよ。ロペスがボールをキープしますが、囲われてボールを奪われました。今のはその中田からロペスに対して、ああいう縦パスは特に速くないといけないですけど、ちょっとあれぐらい強さが欲しいですね、はい、下がってボールをさばきました。リーキューは平野が追っていく。一瞬先にボールを受けました18番のイークンリュウ。与えたところにイークンリュウですが、あ、ボールが当たる。井原が見ています。リズムのあるドリブル、中に突っかけたところ、まだイークンリュウボールをキープ、流した、
シュート、ディフェンダーに当たってゴールキーパー川口キャッチ。コースが変わりましたが川口キャッチです。変わらないですね。前線に香港選手がですね、前線に人数を増やしてきていることもあるんですけれども、はい、その前線に張ってきている例えば3人にですね、同数でマークしているような形も多すぎますから、はい、また香港クロスが入りますがゴールキーパーキャッチ、はい、危険といえば危険ですね。リー・キヨン選手が前線に張ってきたり中へ下がったり左へ行ったりと結構ポジションチェンジも激しいですから、はい、捉えにくくなっています。リー・キヨンのこのポジションかなり日本にとっていや今、ね、みんな混乱してますね。そうですか。この選手そういうクレバーな選手なんですよね。画面向かって左の方に流れている、長髪の選手ですが、ちょうどそのディフェンダーの嫌がるポジションに位置するような、はい、日本選手でいうと北澤選手はそういうプレーヤーなんですよね。ちょうどディフェンダーとディフェンダーの間でマークしにくいようなところを好んでこう、はい、ポジショニングするというような頭を使ったプレーヤーだと思います。ちょっと日本がいい流れで試合を進めることができていません。中田、その中田に戻します。ここもカットされる。日本ボールがつながりません。これもフリーになっている。失点するパターンですよ。逆サイドテンペストがいます。ここは山口がボールを取りました。形は良くないですね。向こうの思うつぼのパス回しになりましたからね今、はい、だから津波君そういう風に言ったんだと思いますけど、はい、山口が今右にボールを出しました。そしてここにカズ、場内から大きな歓声がひときわ上がります。ロペスからカズにボールが戻るか。カズの前だ。ゴールキーパーが出ていきました。ゴールキーパーキャッチしています。カズも2月、26日の誕生日で31歳を迎えています。現在の代表では最年長ということになります。今のプレーご覧いただきます。出して縦に流れた数、まあ、また日本がチャンスになっている。一旦クリアします。これもディフェンダーに当たる。試合始まってからの、まあ、香港選手がこう引き気味で、はい、力的にやや弱いということでね、はい、山口選手と名波選手が縦の関係に最初からなっていましたけれども、まあまあ、4対1ですからそこもいいといえばいいんですけども、いつも質問を打つためにはですね、この時間帯はそのダブルボランチの片割れもう一人の人がですね、はい、名波選手ですね、名波選手がもう少しこのディフェンスの意識を強めて、はい、真ん中を固めてあげる、そういう意識を持てばですね、サイドバック の、 そのマークのズレというのもなくなってきますし、それが打開策じゃないかなと思いますけど、その意識がもうちょっと弱いかと。ボランチの背中に自分の後ろに人を置きすぎる、相手を置きすぎるような時間帯が多いですよね。ああそうですか。どちらかというと香港の今はリズムの方が良いという。そうですね。リケンは縦に出すイークンリュウ。ああ強いイークンリュウ、流れていく、スルパスを出す。リケンはには当たりません。もう後半もう40分を今経過して残り時間およそ5分です。得点は4対1ですが日本決していい流れではありません。カズがボールを持つ。中で切り返す。カルカルもかわす。カズには当たらない。4対1ですけども我々はやっぱりワールドカップでの勝利を目指しているわけですから、低くいきたいですね。スペースのないところをワンツーで抜けようというところが何回か見られますが思うようには通りません。フリーの奈良橋へ中を見た。クロスが上がる。これもクリアされます。もう一度奈良橋、そして中田、クロスが上がる、ゴール前ヘディングシュート、決まった。ロペスのヘディング一発、綺麗に合わせました。日本5点目です。ようやく、まあ、流れの中での得点ですね。5点目はロペスのヘディング、中田からのクロスでした。難しいコースですけどね、はい、あれぐらい精度があれば本当少ないスペースで通りますね、まあ、当然ロペスに求められる役割というか仕事の一つですよね、こういう形は。得点はそうですね、はい、1です。岡田監
監督の表情はしかし全く変わる気配はありません。しかしオフサイドフラッグが副審の手から上がっていました。日本代表の加茂前監督はやはりこの試合を見守っています。目には今日この試合はどういうふうに映ってるんでしょうか。出来が悪いやなって言うんでしょうかね。そうとってもやっぱり、はい、コンセプトとしてその心がちょっとずれてるような気がするんですけどね、すぐできていないって感じなんで、はい、いくら点取ってもやっぱ厳しいと思いますよ、はい。まあ、しかしまだ残り時間もっとわずかではありますが、その中でもっとそのいい形で美しいゴールシーンが見たいです ね、 ですね。先ほどのようなゴールをたくさん、あるいはチャンスをたくさん作ってみて、はい、そうですね、ディフェンスもこうちょっとピリッとしてなかったですからね、はい、ただやはりね、3試合こう連続でこういい試合ばっかりして難しいんですよね、でこういう試合でもやはり勝っていくってやっぱり日本強いことだと思いますね。イランからいいボールが出ましたが、相馬相手が1人ついている、ここは破らせません。しかしまだ中田が追っていきますが、足の裏を見せました、中田のファウル。後半ももう残り時間2分を切っています。ジャマイカのシモエス監督、まあ、この前の韓国戦もこの会場で見ていました。そして今日もこの日本の試合を見ています。見られている日本の岡田監督、実は私昨日ですね、はい、シモエス監督にちょっとインタビューする機会がありまして、あ、そうなんですか、オフだったんですけど喜んでいきましたですね、いろいろ引き出してやろうと思って、はい、インタビューたくさん考えて聞いてたんですけど、はい、なかなかしっかりとですね、日本の分析も進めてらっしゃるみたいですよ。頭脳派という感じですか。中田よりも怖いのはやっぱり北澤っていうような、はい、まあ、名前は出せませんでしたね、中田にパスを通す選手が気になるっていう。さあ平野からクローズ、はい、どうぞ、おっしゃってました。あ、そうですか。そして奈良橋からまた中に返す。まあ、当然こういう試合を見ている中でいろいろなチェックポイントをしっかり頭に叩き込んで帰るんでしょうね。果たして今日はこの試合でどういう部分が、どういう選手がインプットされたのか。中田からのスルーパス、カズが抜け出しましたがオフサイド。カズは今日韓国戦には出場していませんでしたので、このダイナシティカップ、これが初めての出場。もう残り時間が手元の時計でおよそ30秒です。日本が5対1、前半3対1から後半2点を追加しています。しかし決していい流れではないというお話が田島さん、そして津波さんから再三あります。岡田監督はもうほとんど立ったままでこの試合を見つめる時間が長くなっています。香港のフリーキック、まあ、視聴者の皆さんは5対1なのになんてそんな厳しいことを言うんだろうと思われるかもしれませんけれども、やっぱりですね、ワールドカップで本当に勝ってほしいですから、そうですね、そのためには心を鬼にしてですね、はい、厳しいことを言わせていただきましょう、はい。そしてそれが次につながっていけば、そういうことです。そうですね、みんなが目が超えてみんなで文句言えばね、はい、ピリッとするんですよ。みんなで厳しく、そう、みんなで厳しく、時にいい時はみんなで振りましょう、はい。その期待している場面がこの後見られるか、クリアされます。しかしフリーの中田ボールが渡る、前にロペス、そしてジョーが走っている。いいですね、流し選手、中田は中を見ている、でも使わない、低いボール、ロペスには渡りませんでした。サイドバックとするとですね、今の出足で、はい、まあ、40メートルぐらいダッシュするとですね、はい、絶対使ってほしいぞ中田って感じなんですけど、心の奥にですね、なんだよってのは残るんですよね。まあ、中田の中でそれをおとりに見せてとかそういう意識はあるんでしょうか。もちろんそうです。中田選手のポジションっていうのはもう好きなことやっていいわけですよね、はい、厳しいです。これはその中田どううまく使うか。中田にボールが返る、後ろにロベスがいる、ここには平野、フリーになっている相馬へボールが当たる、中見さんに入っている、クロスが入る、ゴール前ヘディング、クリアします。こういう形です。こういう形ですね、はい、今相馬からいい形のクロスが上がりました。一つの流れ、もうロスタイムを1分30秒ほどレフリーが見ています。日本のコーナーキックです。日本は後半2点を追加して5対1と4点をリードしてロスタイムに入っています。いい形でしたが、もう一つコーナーキック、
小村が飛び込んでいました。日本の左からのコーナーキック、今度はどこに合わせるか。低いボールニア、見送ってスローインにします。まだ時間があるでしょうか。日本の得点がさらに追加されるのか。香港のスローイン、現在得点は5対1、日本後半2点を追加してその差を4点と広げています。ここで試合終了のホイッスルです。結局前半3対1、そして後半2点を追加した日本、5対1でこの香港戦に勝利です。中田の2ゴールから幕を開けましたが、そしてその後増田、放送席、さらに七海ロペス、はい、それでは日本代表岡田監督にお話を伺います。まずは5対1という結果、どのように受け止められていらっしゃいますか。まあ、結果には満足します。今日は攻撃的なサッカーをチェックするという内容だったんですけれども、振り返ってみていかがですか。いや、攻撃的というか攻撃をチェックするということだったんですけど、まあ、思ったようにうまくはいってなかったと思います。そして第3戦、3連覇に向けて大きく前進しました中国戦、どんな戦い方をしますか。まあ、もちろん結果も大事ですけど、次につながるような試合をしたいと思っています。ありがとうございました。岡田監督でした。岡田監督の表情、そして続きまして代表初ゴールを決めました増田選手にお話を伺います。まずはゴール、ナイスゴールでしたね。ありがとうございます。どうですか、決まった瞬間。まあ正直嬉しかったですけど。国内の代表デビュー戦で今日はどんな気持ちで臨みましたか。まあ、とにかく前の2人とコンビネーションを良くするということだけを考えてやりましたけど。ご自分では内容的には振り返ってみて満足いくものでしたか。いや、満足してません。中国戦一気にまだまだ張り切る場はありますけれども。そうですね、チャンスもらえたらまた頑張りたいと思いますけど。頑張ってください。増田選手でした。監督とそして、増田選手のインタビューでしたが、改めて田島さん、岡田監督の表情、ね、まあもう不本意だというのはもう言葉には出ませんでしたけれども、ただ先ほども申し上げたんですけど、やはり良くない時でもちゃんと5点という点数を取って終わってみれば勝っている、はい、で韓国戦にしてもいろいろ問題はあるにしても2対1で勝ったという、やはり日本が本当に僕は強くなったなというのを感じてますね、はい、以前やっぱり調子がなかったら引き分けたりしてたんですよね、はい、僕のいた頃は絶対そうでした。いや、津波さんはどうでした。いや、本当に流れの中で点を取りたい、もちろんそれもありますけれども、セットプレー、逆にセットプレーでは点がしっかり取れるようになったという、こういう前向きな評価もできると思います、はいはい、ただ本当に日本の特徴である前線からの組織的なディフェンス、そして速い攻撃、ここからの流れを、ね、もうちょっとたくさん見たかったので、はい、次の中国戦にはですね、誰が選ばれるか、スタメンには誰が選ばれるか分かりませんけれども、はい、非常に期待して見させていただきたいと思います、はい、ご覧のように日本が2勝で、現在このダイナスティカップ3連覇に向けて大きく前進ということでした。田島さん、はい、途中にありましたがディフェンスのチェックも次の試合で期待したいですね。ぜひやってほしいですね、はい、今日は久々にカズが代表の試合にも登場しました、その中国戦は7日土曜日の夜7時にキックオフされます。